僕たちシナロケッツのニューアルバム「Live for Today」というアルバムがリリースされます。これは僕たちの初めてのライフタイムカバーアルバム。大好きな、これまでそれからずっと永遠に大好きな僕らの憧れのロックスターのカバーバージョン、それと僕たち椎名が最後に歌った7曲のカバーもメインで入っています。その時の写真、これはロケットライドを撮った3日目のスタジオで撮った7曲です。大切な曲が入っています。ラモーンズ、バーバラ・ルイス、スクリーニン・ジェイ・ホーキンス、そしてテンプターズ、証券のテンプターズ、そして僕たちが大好きだった僕もやってたバンドサンハウスの曲、そしてレモンティー、必ずライブで歌ってきたレモンティーの椎名の最後のレモンティーです。プラス僕たちがこれまでレコーディングでスタジオで時間がある時に遊んだ曲とか取りだめた曲、ニューヨークで撮ったけれどお蔵入りになった曲とか、チャックベリーのジョニー・ビッグウッドやキンクスのユリ・アリガトミもまたやってます。モータウンの曲もある。ぜひこれはチェックして聴いてほしいと思います。そしてその「Live for Today」のアルバムに合わせて完全受注生産限定版ボックス「ラブボックス42nd アニバーサリーコレクション」が同じ2月の14日にリリースされます。ぜひお早めにお申し込みをください。シナロケッツの相川誠でした。